おっす、最高ちゃん。はい。今日は困った時の郷田雄三師匠というお話をちょっと聞きたいと思うんですけども、はい。最高ちゃんが郷田雄三師匠と出会ったのは、最高ちゃんが17歳の時ですか。16ですね。あ、失礼しました。はい。おっす。あの人はね、あの人1歳半、約2年ぐらい年先だけどね。おっす。あの人は18の4月何時に入門したんですよ。私がその頃ね、もうふんずり返したという、はい、でもね、郷田雄三の話はね、もう是非したかったね。僕のね、最後に残された親友ですから。郷田雄三とね、会うとね、郷田最高顧問ですね、今ね。2人はね、昔のね、その少年時代に戻れるのよ。君わかる、その意味。なんとなくは。その人生でね、夢を持つのはね、少年のね時なのよ。夢とかね、希望とかね、その時のね、そのピュアな気持ちに、ね、戻れるの。郷田師匠。つもりしちゃんが今なんかスーッと取ってきましたけども。あ、そうです。あ、いいですよ。はいはい、いいですよ。はい、いやいや。サイコちゃん、そしたら郷田師匠とはもういろいろな思い出があると思われますが、あんたね、私は16の時からですよ。今ね25でしょ。いや、今もう80をちょっと超えちゃったけど、オス。だからその間をずっと彼と一緒ですよ、私は。オス。もう YouTube で、この YouTube ね、10本20本に聞けないよ、思い出が。オス。まあありますね、いろいろと。もう最後に残ったね、彼は私の親友の最後に残った人ですよ。二人、荒井力夫っていうのと関根勝信っていうの言っちゃって、先にもう言っちゃったけどね、郷田雄三は今残ってるわけ。彼がね、極真会の中でね、極真会の発展の中で一番その公言したのはね、私は郷田雄三だと思うね。今松井館長のそばで最後顧問として活躍してるでしょ。しかしね、あの人はね、いろいろなエピソードがあるんですよ。まあ、全部喋っちゃまずいと思うけどね。一頃ものすごく元気だったのよ。まあ 4,5 年前かね、私が日本に着くじゃないですか。一応ね、もう歓迎してくれるわけですよ。最初はね、成田空港まで来たわけよ。今はまあ羽田になったけどね。そのうちにちょっと年いったからって言ってね、その日暮里のね駅になったわけ。なぜか日暮里の駅ってのはね、その成田からこのなんスカイラインとか、スカイラインなんです、ね、あれが来て、日暮里がそこで待ってますって言うんでね。なんかあんた省略しちゃったよなんて、年ですって。それでまあ、その駅の階段をですね、あの人がね、ダダダダってこう二段ずれで上がっちゃうのよ。それ俺はね、あんたちょっとこけたらどうするの、駅の階段は石ですよって言うでしょ。そうするとね、ああ巨神がやね、これで終わりだよ。で、あの人はね、足短いのよ、私よりね。私はその時差でしょ、ついてばっかりの疲れじゃない、だから、ね、手すりに乗ってこう上がるじゃないですか。ダメしやねこう。それでまだ申し訳ないね、あの人ね、ゴルフ場ね、昔私たちゴルフやってたんですよ。ゴーダハイっていうのがあったのよ。ゴーダハイですか。ゴーダハイってあったの。結構出てきたの、みんな。松井館長も出たんじゃないかな。それで私も出たけどね、終わった山から出たわけよ。優勝しちゃったの、私は。で、賞金出たのよ。そしたらね、これ私だって。それであの人はね、ゴルフ場をね、走るのよ。バーンと打って走るの。で ね、ちょっと、俺いつもね、ゆうちゃんって言うんだけどね、あんた、ゴルフはね、紳士のスポーツですよ。走っちゃダメだよ。極真空手、これで終わりだよ。何でも極真空手で終わり。そういう人よ。今はね、ちょっとおとなしくなったけどね。まあでもね、これは言っていいかどうかはいけない、まあ言っちゃおうけど、あの人はね、あんまり聞きたくないかもしれないけどね、私あの人の命2回救ってるんですよ。
2回もですか？2回もですよ。それはまたどういう感じ？それはね、これはちょっとあのウィリー猪木戦の時にね、あの頃ね、スマホなんかないじゃないですか。全然コンピューターもない。ジジジハロー、ジジジこんな感じですよ。それで電話かかして、私アラバマいたんですよ、その時。ついて2年、あのちょうどウィリー猪木戦の始まるちょっとの時にね。で電話かかしてね、私電話嫌なの。この電話取ってね、英語で喋るとね、ブロックイングリッシュでしょ、東京アクセントジャパニーズアクセントでイングリッシュでは全然通じないんだよ。だからもう電話いつならこうやってんか、その時ね、たまたま出たから、そしたらね、もしもしってくる、あれって言ったらね、郷田雄三から、何あんたどうしたのこんな国際電話なんて言ったら、どこにいるんだったら、官庁室ですどうしたのそれ、ちょっとウィリー猪木戦について話があるっつって、ピンときたわけ。もう揉めてたから、俺たちはどうしようもなかったんだよ、あの時は。俺たちって私は当事者じゃないから、うちの兄貴ね。それでなんで俺に電話かかるのって言ったらね、そのぜひその話して止めたいと。ゴダシャンは結局アラバマには来られたんですか？来ましたよ。最初にニューヨーク行って、ニューヨークで兄貴と一緒に来たわけ。だからその時にね、電話でね、もう彼も分かってるわけ、俺たちはどうしようもないってこと。だから俺はその時にね、じゃあちょうどいいから、あんたその官庁ね、要するに大山総裁が全部飛行機代も全部持ってくれるんだから、じゃあフロリダね、バケーションに行こうって言ってそしたらね、それはいい考えです、それはいい考えですって電話の向こうで言うの、ゆうちゃんが、よしじゃあ行こうって来たわけ。行ったわけ。兄貴とついて、フロリダについて、紺碧の海を見ながら白い砂よ。こうやって見るとね、砂糖じゃないかっていう砂よね。それで、あの時はね、郷田師匠はね、飲めなかったの。それを無理に飲まして兄貴と二人で。したらもう酔っ払っちゃったなんてね、言うのは可愛かったよ、あの時は。それで、俺と兄貴はガーッと飲んだけど、あの人はね、ビールちょっと飲んだらいい気持ちになっちゃったんですね。ジュースかなんか飲まして終わりだよ。俺たちはその時もう寝ちゃって、次の朝あの人ね、起きて俺のこと起こすわけよ。何する？走るって言うの。すごいね、ゆうちゃんですけど走るから、いや、でもホテルが同じようなホテルばっかだから、あんた間違えちゃダメだよって、このホテルあの人 ABC で終わりだから、 ABCDE なんて行かないから、 ABC 大丈夫かなって、大丈夫。走って1時間経って、2時間経って、3時間経って帰ってこないのよ。ほら、もう兄貴起こしてさ、おい、ゴダシアン帰ってこないよって、どっか行っちゃったんじゃないかなって。あの頃ね、ラティーナの人、要するにその南米から移民ぐらいでこう来るじゃないですか、少なかったから。不法移民ですか？不法移民が少なかったから。でもあの時にね、ゴダシアン見るとね、色が黒でしょ。それなんかね、どっかのあれと間違えられてんじゃないかと思って。もしかしたらそれ捕まってね、どっか、いやー、それ兄貴は心配ないよって、ね、また寝ちゃうの、あの人は。無責任。私はね、無理の親友でしょ。だからしょうがないからね、探しに行ったのよ。3日の前に。おかしいな、つってね、3時間過ぎた頃かな。で、ホテルの前でこう見てたのよ。そしたら向こうの方でね、よたよた、よたよたで、ね、ホテルの看板見ながらこう歩いてくるの。行っても首ひねって歩いてくるの。パッと見たら、強奪したんだ。じっと俺も隠れちゃった隠れて俺の目の前こう行ってきて、はいっつって出てったね、おお助かったっつって、命の恩情忘れなかったね、分かった、今忘れてるよ今もう絶対また三文作家が好きなストーリー作ったなんて、そうやって言って、あの人の還暦のパーティーで私この話したのよ全然無視、本当の話だからね。聞くところによりますと、はいはい、昔極真賞というなんかものがあったそうなんですけど、あったのよ。あなたね、その極真賞っていうのはね、総裁は何でもこうじゃないですか、君極真賞はねノーベル賞よりも価値があるんだよと、はあと思ってさ、これはノーベル賞ってのは何億って金が出るじゃないですか、本当かなって言ってお金は一銭も出ないの、立てるだけですよ、はい、極真賞
スピリットよ、スピリットよ、精神の精神のその高まりよ。はあ、分かりました。それで終わりだよ。それが合田師範がその極真師をもらったわけですよ。でその時俺はアラバマにいたんです。そして合田師範がその盾をもらって、これは先輩が学ぶべきだって俺に送ってきたの。あんた写真持ってるでしょ、見てるでしょ、送ってくれたの。で、いいじゃん、これ俺もらっていいなんて、いや、もう先輩取ってくださいって言って。でももらったんだけど、奨学金とかさ、その出るんでしょって言ったら、全然出ない。それで終わりだよ。でも、それ見てわかるでしょ、極真賞っていうのを出すってね、合田雄三に出したってことはね、総裁はね、それだけその、他の人間を見ながらも、彼が一番だって。これはね、この本当は言いたくないんだけどね、総裁ともうまともに喋れるのは合田雄三だけだよ。面白い話はね、その真面目な話だけじゃなくてね、冗談も言えるわけよ、合田師範は。と同時にね、柔らかい話もね、総裁とするのよ。あの 星の数ほどいる中でね、そんなことできる人いると思うよ、あなた。いや、ちょっと想像つかないです。想像つかないでしょ。あの人はね、そこまで話できるの。なぜかっていうとね、空手界っていうのはね、我が強い人が多いじゃない。みんな、俺は、俺は、俺はって出てくるんじゃない。私はないよ。だけど、そのあれが、合田師範は無欲なのよ。我がないの。平均に全てをもう、いいも悪いも全部こうくるんで見てくれるわけ。だからあんたみんな合田雄三のところに行くわけよ。ほう、もうあの人ね、何人もね、黒帯のやつね、もらい下げ行ったことありますよ。武勇伝の結果どっかにいろいろお世話になってもらい下げ行って、なんかもあんたね、極真家がこう分裂した時あるじゃないですか。いかんせんね、私は悲しいんだけどさ、その時にみんな合田雄三を取ろうと思って、あんた大変だったんですよ。でも合田雄三は松井館長が2代目だっつって、そこに今活躍してるでしょ。あんた合田雄三っていうのはね、大変な人物ですよ。司馬遼太郎がね、人間の基本っていうのは、人間の価値っていうのはね、会食、会眠、会弁、全く合田雄三。それをあれすれば人間は幸せだって。普通の人間はね、こういろいろ考えるじゃないの、こう欲が出てね、こういろいろあるでしょ。合田雄三はね、そういうことなし。おいしいもん食べて、うん、分かった、ごちそうさまでした、おやすみ、これで終わりだよ。本当にね、その稽古してガーッてやって、うん、ゆく今日はこれでよかった、おいしいもの食べて、正面垂れで寝ようと、終わりですよ。素晴らしい人。だからまだたくさんあるんだけどね、もう話したらキリがないから、まあ、ところ時々その合田雄三の話をしましょう。彼はね、私の最後に残された親友ですから。東京の田端、アラバマの田舎、何かあってもね、すぐ駆けつけられないけども、その時はこうお互いに向こう向いて、おしで終わりにしようって、そういう暗黙の了解がある。我々は以上です。終わり。ありがとうございました。よし。